今回は、ガーナということで、アフリカ大陸のガーナに行きます。それでは行きましょうか。No sign of Rutland so far. Have we worked out what he's doing here? No, but there's something else. When I was going over the map, Winston said your parents had been there. Your dad worked the site before you were born. That's not so peculiar. It happens occasionally. If all else fails, I can get into the postcard business. ガーナといえばやっぱりチョコレートですよね。ガーナ人尊敬しましょう、これから。はい、尊敬しましょうね。え、あ、よかった、水なんだここ、びっくりした。あ、リワード発見、オッケー。ガーナのチョコレートはね、美味しいよね。あれ好きですよ、私は。僕は好きですよ、あれは。リワード発見。今回どんな形なんだろう、リワード。なんだこれは。あ、形は見れないのかな。1個目、ブロンズ1個目だ。よし、じゃあ進みましょうか。水完璧だぜって。ガーナのね、ガーナの水は美しくて完璧だってさ、綺麗だって、本当に。お、これあれ弾けるんじゃない？弾けないの？壊すのかな？やってみましょう、ちょっと。はい、壊れなかったね。ちょっとね、どうしよう、どうすればいいんだろう。潜ってなんかすんのかな？というわけでもないね。なんだろうね。なんでガーナに来たんだろうね。東京の後、ガーナにつながる話があったのかな。そこら辺あんまり聞いてなかったからな。あ、でもここに、ここからメインルートに進めるってことは分かりましたね。はい。お、チェックポイント入ったぞ。あそこにもリワードあった、取りに行きましょう。じゃあこれね、低スペックのパソコンなんで水の表現が最低レベルです、本当に。だから透明みたいになってたでしょ、透明みたいになってましたよね。あのね、ちょっと探索してたら仕組みが大体分かりました。これロープ引くと重りが、あ、なんか刺さってるやつが上に上がるんですよ。なのでそのうちにこれ、そうそうそう、こうやって引いて、そうすれば、そうそう、橋が出来上がるのかな。水が止め、せき止められるとか、そういう感じなのかな。そういう仕組みになってるみたいですね。よかったよかった、やっと見つけました。お、誰だ。あ、第一ステージにいたイルミナティの組織の幹部みたいなやつだな。この人ずっとサングラスしてるけどさ、暗いところ大丈夫なのかな。ちょっと待って、あとね、シルバーリワードが、ね、あったんですよ。それ取りに行きます。はい。なんかね、最初は逆流、水が逆流してて取れなかったんで、今だったら取れるね。はい、取れました、シルバーリワードゲット。次に進んでいきたいと思います。
ここではライト使いましょう。その方がよく見えると思います。ここの下は何だろう。あ、前に進めないね。わかったぞ。この下にはないかな、リワード的なのは。ないね。はい、じゃあグラップルで足場を持ってくる。はい、OK。 で、あとはおーっと、おっと、え、どういうこと。あ、行けたよ、先に行けちゃったよ。いいのこれで。いいの、ラッキーだね。リワードはでもあるのかもしれないよね、ここら辺に。まあいいか、まあしょうがないね。今何個だっけ。今1個ずつ、145、シルバー4個、ブロンズ5個。見たことあるのか、ララ。ここスケッチブックに書いてあったのでさ、お父さんのスケッチブックに書いてあったのでさ、この場所が。おお、急に来たぞ。イルミナティの子分が来ましたぜ。いきなり来ましたね。まあ、とりあえず先にどんどん進んでいきましょう。Not these days. Something must be jamming the works. はい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 。ここ楽勝だね。はい。あれ？どんどん下がってる、危ない。やばい、イルミナティの連中がいるよ。よし、とりあえず倒しといて、まあ倒しとくか、全員。よし、OK。あ、回復使っちゃった。もういいか。で、上にもいたよね。あ、ブロンズリワード発見。ゲット。なんだろ、これ。剣のかけらみたいな、違うか、仮面みたいな、マスクみたいだね、なんかの。すぐ近くにいたのに攻撃してこなかったね、今の。この顔に似てるね、さっきのリワードが。この顔に似てるね、ちょっと。はい、じゃあこっからは探索ということで続けていきましょうか。はいはい。ちょっと一応箱壊しとこう、箱。もしかしたらリワードが隠れてるかもしれないからね。なかったね。ないね。東京の時は箱壊したらさ、リワード出てきたんだけど、今回はなさそうですね。箱の中には なさそうですね。よし、それでどこに行くんだろう。ここにもロープがある。あっちにもなんかあったね、さっき。じゃあ先に進んでいくと思うんだけど、ここじゃないのか、ここじゃないのかな。お、あ、捕まれた、なんか。特にリワードないね。はい。お、これは重さで動くのか。ということは、わかったぞ。
ここに上がって、あそこのロープね。こっちから行った方がいいかな。あそこのロープに捕まって、それで、この柱を蹴って倒すと。はい、やったー。うまくいった。OK。うまくいきました。おめでとうだってさ、あのバーコードの人が言ってたよ。おめでとうって。ZIP だっけ名前は。まあとりあえず進みましょうか。ここに捕まって、捕まって回りながらあっち側のロープにジャンプするということで、はい、それでは123、はい、ジャンプ、 OK、 ジャンプしました。これは使えるのかな、なんかに。危ない、壊しちゃった。まあいいや。おっと、あ、なるほど、あれにつか、あれにグラップルで行って、はい、であそこのロープはなんだ、こっちは、こっちはまだ行けないみたいだね。まだ行けないね、ここは。ということはやっぱりあっち側にここのロープを伝っていくというわけですね。